2024年1月3日、翔平 TV 前原スポーツさんの毎年恒例となってますが、来店イベントを行っていきたいと思います。普段より、お安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。はい、どうも、ジュティブです。お願いします。本日はカムイスポーツ所沢店さんに来ております。はい、じゃあ本日はですね、まあ12月になりました。12月といえばボーナス、ボーナスといえば皆さんグローブ買う時ですよね。というわけで、僕なかなか自分に合ったグローブが見つからないなということで、まず今日は良平くんに俺ってどんなグローブが合うのかなっていうのをちょっと聞いていきながら、僕に合うグローブを見つけていきたいと思います。まあ、僕身長がちょっとあるんで、こうしゃがむのなかなか容易じゃなくてなかなか難しいんで、ちょっと長めの内野のグローブがあったらいいかなってところで、ちょっと良平くんにアドバイスしてもらいたいなと思います。どんなんがある？ちなみにこの辺さ、カラーグローブいっぱい。そうですね、前回紹介しましたね。このカラーグローブたちの中で良さげな、カラーグローブだと多分標準的な日本人向けの方が多いかなって思う。はい、どういうこと？だから日本人が、平均的な身長の日本人の身長に合ったグローブの方が多いかなとは正直思う。なるほど。ってことは俺はそれをに入ってないってことですか？まあなんでオールラウンドとかの方が合うかもしれない、内野用よりカラーグローブだったら。なるほどね。確かに内野用ってなっちゃうとちっちゃめのグローブ多いよね。うん、だし、じゃあそう、まあ、カラーグラブ軟式の人たちって大体カラーグラブ選ぶじゃないですか。うん、わざわざメーカー的にわざわざでかい内野用を作るかどうかっていうところ、でかいのを探すのであれば外野用をラベル変えて内野用にしちゃうってこと？違う、でかいのを探すんであればまだメーカー的に言ったらウィルソンかなとは正直思う。ただウィルソンスタッフ、ワナビー、ワナビーヒーロー、ただウィルソンも難点が1個あって、なんすか？翔平さん手でかいじゃないですか。でかい。ウィルソンって大体コイン仕様なんですよ。あ、そっか。だから手の甲が奥歯でグローブを入れたい人だったら手の、そう、多分グローブ自体はでかい。うん、でかい。でグローブの奥も広いんだよ、指は。うんうん、手首だけどてか異常に狭いから。そうだ。まずそこがだから日本人仕様だよねっていう。なるほど。感じはします。だから多分さすがに海外で売ってる海外の輸入品とかのウィルソンよりかはアメリカ仕様とはいえ、さすがにアメリカのガチモンよりかはやっぱちっちゃく作られてるのかなっていう。なるほど。じゃあ俺はメジャーリーガー系の方がマジで合うかもしれない。マジで、まあ、日本人向け仕様のグローブで探すんであればオールラウンドの方が、だから小さめのオールラウンドって言ったらいいのかな。てかあるここにメジャー仕様みたいなグローブ。それがね、それがちょっとこっちに来てほしい。ストップ、近い、はい、ここ見て、どれこれ1個下これ、そう、そんな多分見た目的にもでかいと思う。嘘、サイズは9、ライリーモデルだったよ、まあ、メジャーリーガー、メジャーリーガー、これメジャーリーガーモデルグローブ。そう、マジなんでちょっとでかいな、これ手袋がでかい、でかいし、このこれも大きいな、まあ広いって言ったらいいのかな、うん、広い、うん、いいね、ここすごい広くない？とてもね、広いし、いいね、ポケットも広い、広いっていうか深いし広い、うん、すごい深いよ。まあ、だからメジャーリーガーの内野手用の特徴的なところって肩が強いんですよね、メジャーリーガーって。そのよく TikTok とかでメジャーリーガー肩バケモン臭みたいなのがあるけど、だからわざわざ浅いグローブ使わなくていい。なるほど。なんで、でしかもガタイ的にもやっぱでかいじゃないですか。まあそういう意味じゃなくメジャーリーガーの、そう、超大型ショートとか日本に来るアメリカ人の内野手、守備めちゃくちゃ上手くて肩強いっつったら、2、3年前ロッテにいたエチェバリアとか、あの辺も背ちっちゃいように見えてやっぱりでかいから、外国人選手の中ではちっちゃいように見えてもでかいし、まあ代表的なところで言うと今持ってるグローブの選手かな、これ。そう、なんかすごいでかいな、これ外野用じゃね。まあ、その人今は外野やってるからね。これ外野用？タティス、内野用だと思う。タティスジュニアじゃん。そう、失礼します。あ、これでかいわ。え、これ外野用じゃないっていうぐらい。外野は外野で
タティスはまた別使ってる。マジ、うん、もっと大きいってこと。そう、藤浪選手 のピッチャー用グローブとあれじゃない大きさ。あ、さすがに多分ね、藤浪選手モデルの方がでかい。日本人じゃまずありえない内野手用の大きさ。でかいねこれ。誰が使うんだって話は。でも多分あってはいると思うよ。確かに。でもでかすぎないこれ。うん、でかいはもちろんでかいけど。一緒これ大きさ。うん、ほぼ一緒だとは思う。サイズ9、13。うそ、13。うん、あ、本当だ。タティスジュニア13か。じゃあ全然こっちの方がでかい。でかいよこれ。これ内野用かオールラウンドって言ったらいいのかな、日本人向けで言うと。軟式用って書いてある。ちょっと待った、ちょっとさ、この辺の水野の外野用のサイズ見れる？それジャパンのやつかな、勝ち時ね。うん、 18N。 そうだから外野用がその大きさなんだよ。外野用18なんだ。イチロー選手モデルも18ってか13でしょ。そうだから日本人で言うとオールラウンドになるのかな。普通の日本人の人が内野もやります外野もやりますだったらそれ買えばいい。あれこっちの方がいいかな。現実的にこっちの方がいいかもしれない。こっち13はでかすぎだろ。で一応9っていうと一応坂本選手モデルと一緒。え、マジで？うん、で何が違うかって中の手袋の広さとか。それもえマジ？だからどっかに坂本これとかも多分坂本選手モデル。マジ一緒これ。これサイズちょっと見てみて。9でしょ。そういうこと。カラクリグローブのだから源田選手モデルと今宮選手モデルちょっと Z になっちゃうけど、うん、がどっちも同じ Z 表記のサイズ4っていうのと一緒。これ9だけどそういうことか。カラクリがグローブのマジポケットの広さ深さ。マジこれこれも色違いのあれだ。ライリーモデルタティスジュニアモデルと何が違うかって、まあサイズもだけどあとウェブ下ちょっと見てもらうと違うんですよね。ウェブ下が違う、まあ、背面側の。ああ、これなんか折り返し。そう、タティスジュニアモデルは折り返しがハーフになってる。なるほどね。そう、ウェブとか一緒だし、まあ、ちょっとサイズは違うけどね。だからポケットして柔らかく使えるよっていう。じゃあこれにしようかな。いいこれで大丈夫だけど、果たして本当に内容守ることがあるのかっていう。いや買わなきゃ やらないか、やれないか。買ってできないが一番悲しいからね。いや買ってやるでしょ、翔平で。だからそのグローブはもう翔平さんしか使えない日本人だと。貸し出し不可。そうそう、外野用ぐらい、外野用で使ってまあ使ってって。だからそれを小指2本で使うのも面白いかも。これ小指もいけるっていうのもある。なるほど。 でかいんだったら小指2本っていうのもある。だからそれはめたも意外と合うかもしれない。こっちの方がいいんじゃない。俺が使ってる糸原選手モデルなんだっけ。サイズ9だと思う。 9の5ミリアップじゃない。そう、うん、じゃあ大きいぞ。でもただ日本人向けオールラウンドなのかなって。大きめだな。はいはい、サイズ10ですね。はい、だからライリーモデルよりでかい。逆にこの何薬指がキュッてなってる、うんうん、あとこの見てもらうと分かる、この中点々が粒々が。だからそれがグローバルエリートの H セレクションの仕様の一つなのかなって、うんうん、そうなんだ。だから濡れませんよ。凹凸があることで滑り止め効果。あ、そういうこと。ずれませんよ。そうそう、すごいフィットしてるだろ。これにしようかな。別に自分が使うグローブだから自分で決めてもらわなきゃ困るからね。確かに。もうちょっと長い方がいいかな。ってなったらもうタティスモデルしかないよ。変えよ。これね、アーメットモデル。うん、うん。これちょっとちっちゃめなんだけど、まあアーメットモデルがあったりとかで、水野も最近いろいろなメジャーリーガーモデル出てきてるから、まあ、そっちを基準で合わせて買っていくのもいいんじゃないかなっていうふうには正直思います。なるほど。選ぶならオールラウンドを買いなっていう、日本人向けで買うならか、メジャーリーガーモデルの外野用が僕的にはいいと思います。了解。はい、って感じで大丈夫でしょうか、まあ、アドバイス的には。そうですね、まあ、今後また何かあったらお願いします。アドバイスお願いします。あ、了解です。はい、というわけで、本日はカムイスポーツ所沢店さんに来て、僕に合うグローブはどんなものかっていうのを良平さんに解説してもらいながら、グローブ見ていきました。たくさんのグローブがありますし、こちらもね軟式用ですけど、たくさんのグローブありますので、気になった方はぜひとも見に来てください。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。概要欄見てね。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。走走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 
翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。